ルローのドレイクさんだ。こんにちは、もちのすけです。赤座煉獄、間違いなく大人の絵ではないと思います。うんこは描かないでください。沖縄から来ました。ここ秘境駅巡りの初期の段階で去年一回訪れてるんですけれど、最近駅ノートを見るのが趣味になっておりまして、久ヶ原駅の駅ノートを全くノーチェックだったんですね。改めて2度目の久ヶ原駅駅ノートを見るためにやってきました。でここまではですね、5位から小湊鉄道、そしていすみ鉄道を乗り継いできたんですけれど、この小湊鉄道も魅力的な駅も多くて、素晴らしい鉄道でした。止まっていますのは旧国鉄時代からのキハ40系、今後の小湊鉄道の、1960年代の車両です。昭和38年、59歳だ。すごい、来年還暦を迎えるという車両です。これは昭和54年、16年若いんですね。まだ新しいです、こちらの方は。旅客商品。
は縁起のいい駅ということで知られているそうなので降りてみました。これなんか雨、お大吉ってなってます。はあ、おみくじなんですね、これ。このあれですね、汽車と木製の駅名版は2007年、テレビチャンピオン大空王の作品ですと。合格祈願、学業成就の願いが込められています。なるほど。じゃあこのテレビ東京の番組でなんか企画として扱われたんですね。そう考えるとちょっともったいないな、蜘蛛の巣が張ってます。じゃあそのおみくじというのを引いてみたいと思います。今大吉が出てるんですけど、これを振るんですね。いきます。あれ、おお、中吉だ。キハ食堂の案内があるんだけど、ね、商品半額だ。こういうの見ちゃうと外からの人倍っていうのはちょっと悲しいな。鉛筆があるよ、鉛筆で。これ多分これっていうか絶対桜の木ですね。これ春は最高だと思います。ここ桜の木、桜の木だから、駅の看板もこういう形で桜の花びらが散りばめられていますから。バス停がありますね。東久本バス停、駅前にバス停があります。あ、でも駅前墓地です。墓地とこっちは民家なくて、こっちに、ここに床屋さんです。渋い床屋さんだな。これ多分ガソリンスタンドの跡ですね。20分ほど歩いてきて、懐かしい、隣の久ヶ原駅まで来ました。これポツンと秘境駅、駅巡りを始めて一番最初の頃来た2駅目に訪ねた駅なんですけど、去年来た時は久ヶ原駅に自転車1台しかなかったんですけど、今2台ありますね。利用者増えたのかな。お隣の久ヶ原まで歩いてきました。駅の音ありました。去年は駅の音を見るというアイデアが全くなかったんで、2度目の久ヶ原駅。このね、石膏のプレートは健在ですね。駅の音です。あ、赤座煉獄、心を燃やせ。ああ、ちびっこが描きましたね。間違いなく大人の絵ではないと思います。あ、すごい、駅をきれいにしてくれて本当にありがとう。みんなでいつもきれいにしましょう。本日チューリップ球根を植えました。暖かくなったら花が咲くから楽しみ。松戸から来ました。千葉の松戸からここまでチューリップの球根植えに2月10日。へえ、そうか。絵が描いてある。ウグイスが上手に鳴いてますね。ほうほけきょ、僕より上手いかも。それは向こうは本職だからな。みんな駅をきれいにしてくれて本当にありがとう。今日もマリーゴールド6本植えました。大切に育ちますように。コロナなんか吹き飛ばしましょう。へえ。1135駅目の訪問、のどかな駅で心地よい時間を過ごせました。え、すごい大先輩。池上線久ヶ原駅から来ました。いい駅ですね。あ、これグッドアイデア。2024年プロ野球選手になる男です。ここ一言で言うとエモいでした。あざした。駅スタンプが好きで秘境駅を巡るのも好きでこの駅に来ました。スタンプなかったです。あ、絵だ。ん、かわいい。こんにちは、もちのすけです。あ、男の子。久ヶ原駅にやってきました。とても寒いですが。雪降ってる。へえ。あ、おい、流浪のドレイクさんだ。1月6日。あら、この間、あれ、あそこであった、あそこ、なんだったっけ、作広瀬駅でドレイクさんの絵を見て最初見つけたのが足滝駅。
飯山線。こちらにも来られてましたか。すごい、なんかご縁感じますね。この綺麗な絵描く人、男の人なのかな、女の人なのかな、よくわかんないですけど。あら、ドレイクさん嬉しいな。日本一周の旅の途中に立ち寄りました。この久ヶ原駅にはいすみ鉄道線の中でも随一の秘境駅とのことで降りてみましたが、本日はあいにくの雨模様で、しかも寒いです。何もない、だけど景色が最高、 FFKP。 これはこれでセンスがある絵ですね。へえ、 YouTuber がいるんだ。北海道大仏現地調査、はい、調べます。あずまたけし、東武鉄道マニア、調べます。鉄オタの息子に連れられてきました。息子鉄オタ言うな。田舎の駅舎にお花が飾られていたりして、優しい気持ちを取り戻すことができました。上総大久保のトイレ三兄弟はめっちゃ良かったです。へえ、就活したくないです。いや、やっときな、とりあえず。うんこは書かないでください。沖縄から来ました。平成31年3月31日。平成31年最後の平成、違うんだよ。平成は5月から始まりました。4月1日は元号の発表です。あ、ちょっとうんこがあんまり上手じゃないな。なんだこれは。もうまたいい絵がね、ものすごい蒸し暑いです。あ、ちょっとダメだな、これ。あの、お股が卑猥になっちゃってます。お、彼女が何もない駅を求めていたので、ここへ。本当に何もなくて、良い意味で感動しています。6年後、夫婦で来れたら良いなって。なんで6年なんだろう。彼もそんなことを言っておいて、すごいすごい、と写真撮りまくってます。なんかカップルなんだろうけど、字が似てますね、筆跡が。いいですね。私は千葉市から来たので、毎日排気ガスと高層ビルにストレスを感じて、こういう風に、ふらっと電車旅をしに来ました。また6年後。なんで6年後なんだ。こちらはもっと古いみたいだな。で、この絵を、イラストを描いてくださった方が、最初、思い出に残す大切なノート、大事に使いましょう。これが初期の駅ノートですかね。2016年から。すごい、愛されてますよ、この駅は。古いものは結構文字が滲んでしまってます。掃除道具があるから、掃除します。結構、葉っぱなんかもあったんですけど。綺麗になったかなっていう感じですね。虫が結構多いんですけど、新たにこれなんかアースジェットが設置されてますね。駅名にガという字があるからか、ガが多いですね。少しずつアップデートされてるわけですね。素晴らしいです。去年よりも楽しめましたね。秘境駅1回だけじゃなくて2度3度訪れる、こういうのもいいですね。